2015年7月からスタートするドラマ、刑事7人に出演する東山紀之。そんな東山が、NHK の教育番組、エデューカチオ。にて、恋愛の低年齢化を特集した際に、付き合うことについてコメントをしている。E テレ、エデューカチオ。の特集、今どきの子どもの恋愛事情。 教育を取り巻くニュースに社会的関心が高まる今小木まマこと教育評論家の小木直樹さん俳優で二児の父でもある東山紀之さんと共に保護者の疑問や不安を解消していく番組です彼氏ができたデートに行く子どもがそんなことを言い出した時親はどうしたらいいのだろうか今恋愛の低年齢化が進み 小学生高学年から中学生の間で付き合うことがブームになっている最近の小中学生は付き合うのが当たり前そんな NHK の特集がネットで話題になっている番組では40人クラスで付き合っていない子は2人という女子中学生や小学校高学年の4人に1人が付き合っているという調査結果を紹介 告白は女の子から男子は受け身今時の子供たちのお付き合いは告白するのは女の子からが多く一つ年下の男の子と付き合う女子もいるとか積極的なのは女子で男子は受け身なのが特徴のようだ付き合うとは東こと少年隊の東山紀之エッチするかしないか小木ママ子と法政大学教授小木直樹 手をつないで映画へ行く程度。イカネットの反応。いや、全然普通でしょ。自分の時代もカップルだらけだったけどな。昭和42年生まれ。小中学生で、恋愛が低年齢化というようなポストをちら見したけど、小学生っていうのは、別として、中学になったら付き合ってる子たちとか、普通にいなかった。あれもちろん。 成人してからのような恋愛をしている子は少なかったと思うけどあれ中学校でさえ意味わからんかったのに小学生が付き合ったらどうなるん恋愛の低年齢か小中学生の間で付き合うことがブームになっている今草食系とか言われてるからいいことだと思う昔と違って今は付き合うの早いとは言うねまあ 何をもって付き合ううというかだな俺も小学生くらいの時は女の子の家に呼ばれてままごとの相手とか無理やりさせられてたけどこれもデートになるのか小学生のうちから彼か彼女を作らなきゃならないなんてかわいそうだな今時の小中学生はまた価値観が変わったのかな 今の20代前半の女性とか普通の顔してるのに付き合ったことがないとか意外と多いけど。